録画。おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回はですね、日本のスケートパークを制覇するその26、群馬県の安中スケートパークに来てます。で、安中スケートパークちょっとリニューアルしたみたいですね。新しいコンクリのセクションが増えたみたいなんで、なんかボックスとかバンクとかなんかそんな感じのが増えたのかな。で、その昔ここで AGSA の甘線やって、僕出てたんですよ。19の時かな。で、予選通過して、その決勝前の練習で鬼グリッチョするっていうそういう思い出がある場所なんですけど、まあそれから1回くらい来たのかな。まあ結構久々なんで、ちょっとどんな感じか楽しみです。では安中スケートパーク行ってみましょう。はい、というわけで安中スケートパークでした。で、まあ、新しくなったコンクリセクションなんですけど、結構ちっちゃくていい感じです。多分誰が行っても楽しめる感じなんじゃないでしょうか。でね、ミニ R がちょっとこう角度が急な感じでね、こうストンストンって感じで楽しい感じでした。で、まあいろいろね、多分ラインをこう組んで遊べる感じになってると思うんですけど、
混雑時は注意が必要です。iPark ってね、結構接触事故が起こったりするんで、ちゃんとね、こう周りのこうラインをこう見ながら、ぶつからないように気をつけましょう。で、前の大会とかやってた方は、全部セクションが撤去されて、まあ、ボックスとね、まあ、レールだけみたいな、まあ、そういう中、まあ、そういうのがメインになってました。なので、まあ、フラットとかね、そのボックス、レールとか好きな人は、楽しめると思います。で、新しいエリアはね、まあ、初心者から上級者まで、まあ、いろいろライン組んで楽しめると思うんで、安中スケートパーク、一度行ってみてください。で、奥にデスボー、名物のデスボールつってすげえのがあるんですよ。まあ、あの辺は、達人しか多分滑らないと思うんで、まあ、まあ、今回見てもいないですけどね。見てもいないですけど、そういう名物デスボールがあるんで、気になる方は一度滑りに行ってみてください。というわけで、日本のスケートパークを制覇する、その26、安中スケートパークでした。で、多分この後もこのまま群馬県ぐるぐる回ると思うんで、群馬のパーク多分4カ所ぐらいあるのかな。なので、全部回っていこうと思います。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。